はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハルです、ドキドキ文芸部ですね、よろしくお願いします。どうしようかな。コメントもありがとうございます。もう俺にはさっぱりわからない。モニカが何をしたいのか、モニカをどうすれば助けられるのか、本当に助けていいのかどうかもわからない。ただ、何か心配事があるとすれば、俺と R 君はこの後ユリにぶち殺されるんじゃないかという気がしてなりません。が、まあそれはそれとして、じゃあモニカに詩を見せましょうか。モニカもモニカでなんかちょっと心配なんですけどね。さあ行こう。ちゃんと忠告したからね、ワール君。はいはい。今日初めて自分の肌を切ってみた。すっきりした。なんだろう、何々が何を感じているのか分かった気がする。それでも私は責任を持って行動しなきゃいけない。自殺しようと思わない限りもうこんなことはしないだろう。以下にこの時の記念を残す。ああ血がついちゃってる。あのさ、ちょっと後ろのポスターは非常にすごいいやらしいよね。よし、みんな文化祭の準備をする時間よ。急いでさっさと片付けてしまいましょう。もうなんで今日は全体的に妙な雰囲気なの。ほらユリエスは影響を受けちゃってるし影響を受けた割には通常の立ち絵だけど、よどんだ空気は大抵何か不吉なことが起こる前兆です。時間はやっぱり逆行していないような気がするな。まあ逆行してるとか言うのは ループはねしているんだけど、まだまだ俺にはわからないよ。ほらいいから終わらせましょう。私は詩を集めて印刷してパンフレットにするわ。夏希、私が思うに私カップケーキ作りたい。その息よ、分かってもらえて嬉しいわ。ユリ、あなたはまあ何したって構わないわ。手伝いになりそうなことなら何でもして。モニカちゃん、まあモニカが別に下品かどうかっていうのは置いといて、てか別に下品じゃないと思うんだけどね。私は役立たずではありません。お、それくらい分かってるわよ。私が何をしたいかはもう決めてます。詩の朗読会はそれに適したムードの中でないと成功しません。だから飾り付けをして雰囲気を作る照明を取り付けるんです。おお、ちゃんと分かってる感じするね。こうモニカが促さなくてもそうなると。うん、ほらね、いいアイデアが出てきたじゃない。これでみんなの役割が決まったわね。え、 R さんは何をするんですか。 R 君は私のお手伝いよ。はい、よろしくお願いします。待って、モニカの、モニカは一番簡単な仕事じゃない。ごめんなさいね、でもそういうことよ。え、最悪、何するつもりなの。夏希ちゃんに同意です。一人でも十分にこなせる仕事ですし、私のする作業は猫の手を借りたいほどですもの私もよ。え、カップケーキがいや、まあお料理もね大変だと思うよ。本気ですか。あんたに何がわかるのよ。あんたは自分の読書に R を巻き込むことしか頭にないんだから。ん、あんたとモニカよ。ちょっと、私は何もしてないじゃない。ん、わかったわ。モニカが権力を悪用しないように R に誰を手伝うか決めさせない。私は権力を悪用なんてしてないわ。権力は悪用してないけど、何か手を入れている感じはするんだけれど、なんかね、モニカだけじゃない気もするんだよね。何かこうゲームに干渉する力を持ってるのがモニカだけじゃない気がするんだけど、まあそれは気のせいでしょう。してますよ、モニカちゃん。 R さんに選ばせましょう。それでいいですよね。え、いいわ。
もちろん。まったく。ある、あんたが二人にどれだけうんざりしてるかよくわかるわ。私たちはただ、ん？夏希ちゃん、今すぐそのふざけた口をつぐんで彼に洗濯させましょう。あんたこそ黙りなさいよ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。このままじゃ終わらないわ。いいから選ぶの。わかった？あ、あれ？なんか、え？あ、気のせいか。あ、すごい。すごい。何をやっても、モニカに下に行くんだけど、ああ、すごい。ああ、下には行かないんだ。ああ、すごい。すごい。これすごいよ。これすごいよ。でもさ、選べるっちゃ選べんだよね、これ多分。選べない、これ。選べない。この、ごめん、選べなくなってると思う。俺、ユリを今選ぼうと思ったんだけど、無理です。じゃ、これはちょっと黙ってモニカを選ぶことにしようか。やった！私を選んでくれるのね。週末はあなたの家で会いましょう。きっと楽しいわよ。日曜日は空いてるかしら？冗談でしょ。全然不公平だから。そうね。公平よ、夏希。これは彼の選択だもの。いいえ、不公平です。私たちに仕事を押し付けておいて、自分は R さんを取るだなんて、恥ずべきことをしています。ユリ、私は今まであなたに仕事を一つも押し付けてなんかいないわ。あなた自身で決めたことでしょ？それは少し不合理なんじゃない？不合理ですって。モニカちゃん、あなたのその妄想と偉そうな態度が信じられません。大丈夫これ。部外者になるたび、毎回 R さんを私から奪い取って。ん？部外者になるたび？妬んでいるんですか？イカれているのですか？それとも自己嫌悪で周りに八つ当たりしてるだけですか？どういうこと？俺さ、モニカがサヨリをどうにかしたんじゃなくて、実はユリが何かしたんじゃないかなって思ってるんだけど、昨日ね、ベッドに寝て横になっている時に、うーんってね、なんかちょっと考えてるんだけど、それはまあいいや、どうでもいいです。一つ提案があります。あなた、自殺を考えたことはありますか？あなたの精神衛生に役立つんではないですか？ユリ、ちょっと怖がらせないでよ。よし、行くぞ。夏希、行くわよ。ユリは私たちにここにいてほしくないみたいだし。ほら、難しいことではないでしょ。私はRさんとしばらく一緒にいたいだけなのです。そんなに大変なお願いでしたか？ん？ユリはモニカと夏希をドアへと進ませる。ねえR くん、ユリったらどうしちゃったのかしらね。ユリにドアの外に追いやられながら、モニカはクスクス笑う。あれ？俺助かったと思ったのに。モニカは何を考えてるんだ？え、こうなることを予想してたの？あ、はい、お待たせ。やっと、この時を待ち望んでいました。Rさん、モニカちゃんと週末を過ごす必要なんてありません。あんなのなんて無視して、代わりに私の家に来てください。え？一日中ただ二人きりで素敵だと思いませんか？いや、絶対殺されるだろうな俺。ああ、本当に私ったらどうかしてしまったのでしょうか。多分どうかしてしまったんだと思うよ。でもね、そんなこともうどうでもいいんです。今までの人生で、ごめん、むせちゃった。
今までの人生でこんなにもいい気分になったことはありません。まあ、一応何かされる前に俺言っときたいんだけど、ゆりさ、結局ほら、興奮すると切って気持ちよくなるタイプ。ああ、もう音楽がおかしくなってんだけど、なんだけど、多分さ、R くんが家に行って二人きりになったら、もうこの子どうかするでしょ、本当に。多分頭が爆発すると思うんだ。で、そうした時におそらく体中傷だらけにするでしょ。で、興奮するでしょ。ちょっと R さんもやってみないですか。すごいいい気分になれるんですよ。実は R さんもそうしてほしいって思ってますよね。ですよね。ビスビスってされることを俺は恐怖しています。あなたと一緒にいることは私の最高の喜びなんです。私はあなたに夢中なんです。あなたと同じ空気を吸っていないと死んでしまいそう。誰かからひどく慕われるのは気持ちがいいでしょう。あなたを人生の軸にしたい人がいるのは気持ちがいいでしょう。でも気持ちよくなるなら、そう思うごとにどうしてますます不吉なことが起こるような予感になるんでしょう。ああ、はじめはそんな理由で自分を抑えようとしていたのでしょうね。でも今ではこの感情を抑えきれない。本当にさ、それ間に合うの？間に合うっていうか、その我慢できんの？その日曜まで。もう何もかもどうでもいいんです。あなたに話さないといけない。何を？私はあなたを苦しいほど愛しています。ありがとうございます。私の体の細胞の一つ一つが、血の一滴一滴があなたの名前を叫んでいるんです。すげえな。もはやどうなろうと構わない。モニカちゃんが聞いていようと知ったことじゃない。やばい。R さん、お願い、あなたをどれだけ愛しているかを知ってほしいんです。え、はいはい。あなたのことを愛しすぎて、あなたから盗んだペンで自らを慰めてしまうほどなんです。そうっすか。え、あなたの皮膚を切り裂いてあなたの中に入り込みたいんです。あなたのすべてが欲しい。そして私もあなただけのものになる。これで完璧でしょ。 R さん、教えてください。私の恋人になってくれるか、私の告白を受け入れてくれますか。バカじゃねえのこのゲーム。まさか選べる。どうしよう。あ、そうだ、モニカに言われたんだ、忠告したからねって。そうだ、ダメだ、ここでどうしようなんて言ってる場合じゃない。何分？ 5 分。俺は即決でいい家だ。あ、もうポスターが直った。ダメ、なん、あ、あ、あ、何を言っているんだ、聞こえない、なんだかわからない。
んかずっと喋ってる。随分余裕のある死に様だな。ずっと何か喋ってるよ。こっちを見てるの？ダメだ、何にも読めない。あっ、え、なんだこれ。文芸部へようこそ。私の夢は大好きなことを通して特別なものを作り出すこと。新入部員のあなたにはその夢をこの可愛いゲームで実現させるお手伝いをしてほしいの。部活は毎日おしゃべりと楽しい活動でいっぱい。一緒に過ごす個性豊かな可愛い部員たちを紹介するわ。あ、ちょっと区切ろっか。はい、ごめんね。続けていくね。幸せを大事にする太陽のように元気なさより、芯が強くてちょっと小悪魔な夏希、本の世界に安らぎを見出す控えめでミステリアスなユリ、そしてもちろん部長のモニカ、それが私。部員と絆を深めて文芸部をみんなにとって特別な場所にしましょうね。でも私はあなたのことももっと知りたいな。誰よりも私と一緒に過ごすって約束してくれる？文芸部へようこそ。あ、私の夢は大好きなことを通して特別なものを作り出すこと。新入部員のあなたにはその夢をこの可愛いゲームで実現させるお手伝いをしてほしいの。どこまで？さより、夏希、ゆり、部長のモニカ。部員と絆を深めて文芸部をみんなにとって特別な場所にしましょうね。でも私はあなたのことをもっと知りたいな。約束してくれる？約束してくれる？約束してくれる？誰よりも私と一緒に過ごすって約束して。ユリが喋ってるんじゃないんだ、これ。モニカが喋ってるんだ。ああ、わからない。もう俺にはわからない。もうヒストリーが変わらなくなってる。どういうこと？私の夢は大好きなことを通して特別なものを作り出すこと。この夢を可愛いゲームで実現させるお手伝いをしてほしい。特別なものを作り出す。特別なものって何？わからない。俺にはわからないよ。わからない。モニカが何を欲しがってるのかがわからない。ああ、どうしたらいいんだろう、これ。何か間違ったってこと？俺は。まだ飛ばす？ああ。これ多分もう進まなくなってる気がするぞ。気のせいかな。もっと
テキスト読み進めれば、読み進めるって読み進められるわけないんだよな。こんなの何にも読めないもん。何か変わってる背景、何か同じような字面は出てるかどうかもわからない。わかった、わかった。多分ね、これメインメニューに戻らないといけない感じだと思うんだけど、どうかな。セーブされてない状況は失われますだろうけど、一応、はあ、新しいファイルが生まれてる。後で読もうか。あ、いや、今読もうか。なんとかして文面だけ入れるね。タイトルはね、Have a nice weekend。あ、このファイル開けない。あ、あ、あ、ちょっと待って。なくなった。他の詩がなくなった。全部なくなった。戻るよ。でも多分戻らないとどうにもならないと思う。ヒストリー行こうか。変わらない。いや、多分変わらないんじゃない気がする。このままでいいのかな。さてどうする。ちょっと編集入れるかもしれないけど、労働の画面見てみようか。残ってる。どうして？死んだんじゃないの？巻き戻せるの？本当に？そんなありえないよ。一番新しいのはここですね、左下。何分？ 8 分。行かねば。はい、ありがとうございます。日が暮れたね。あ、朝に、あ、ユリが、あ、血が黒い、血が黒い、ちょっと時間だけが経ってる。逃れられない、この状況から。何も逃れられない。ちょっと待って、ユリの目がどんどん薄まってるようにも見える。戻るよ。戻るよ。
また日が暮れてる。そんな、どうにかしてくれ、どうにかしてくれ。教えてくれ、教えてくれよ。あと俺は何回巻き戻せばいい？時間なんだ。よーし、今日は文化祭ね。あれ、私より来るのが早いなんて。で、夏希は走って出て行った。当たり前だろ。おはよう。アール君、何かあったの？夏希が目の前を走っていったけど。あら、あらあら。まあ、これは残念ね。もしかしてアール君、週末中ずっとここにいたの？ハブはナイスウィーケンドだっけ？こういうことだったってこと？気の毒に。こんなにスクリプトが壊れてるとは知らなかったの。本当にごめんなさい。週末はすごく退屈だったでしょうね。埋め合わせさせてほしいんだけど、いいかしら。ちょっと待ってて。ああ、リムーブ、夏希、デリー、もうちょっとだから。夏希、デリート、サクセスフル。え、ユリ、デリート、サクセスフル。その前にちょっとカップケーキ食べたいの。待てよ、どうして夏希まで消す必要があるんだよ。カップケーキを取った。これ本当に美味しいわね。これが最後になるからどうしても食べておきたかったの。存在がなくなる前にね。ともかくこれ以上は待たせないから、もうちょっとだけね。一瞬で終わるから。あー、やばい。え、もうセーブに意味はないわ。安心して、もうどこにも行かないから。それでも俺はセーブする必要が。続けろってか。いい、いいじゃねえの。